城よりお送りします。このバトル挑戦者は立ちはだかるトレーナーたちを倒し、この城を攻略することができるのでありましょうか。人事が出揃って、ここで一発逆転を決めた。さあ対するはアルイヒト。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで10万ボルトだ。狙い接近。ここでノックアウト。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここで鬼ドリルの登場だ。両者とも大健闘です。戦う構えに入って、おお決まった。これは効果的だ。あっと一発の攻撃でダウンだ。さあこの強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここで闇カラスの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。この攻撃軽く一発締めの一撃が炸裂。これで残るポケモンは0となりました。ここで試合終了。最初のジムリーダーは飛行タイプのポケモンの使い手、秘境ジムのハヤトです。さあ挑戦者はどのような戦いぶりを見せてくれるのか。あーっと麻痺してしまった。あこちらはおーっとよく耐えた。おーっと命中率がダウン。さあ激しいバトルです。人事が出揃って、さあこの場面でおーっとこれは外れ。さあこれはおっと撃たれ強い。これで相手の能力はボロボロか。さあ熱戦が続いております。ここでポケモンを交代します。ここでミュウの登場だ。さあここでアルイヒト。よーし聞いているぞ。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。激しい攻撃逆転をついた。さあ今度は軽く一発。まだまだ相手の能力を弱らせます。
白熱したバトルが続いております。ここで冷凍ビーム決まった。これは効果的だ。あーノックアウト。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでピジョットの登場だ。さあ激しいバトルです。今両者戦闘態勢に入って鋭い攻撃。これは効いている。さあこれは軽い一撃。おっと効いています。さあ熱いバトルが展開されております。ここで一発効果は抜群だ。カットダウン。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでグライガーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。決めの一撃が入った。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここでステージクリア。チームバトルへ駒を進めてまいりました。挑戦者最初の相手は虫取りの涼太です。出揃って行った。大きなダメージ。おっと危ない。この攻撃決まった。これは効果的だ。さあ熱戦が続いております。ここで火炎放射だ。よーしヒット。ここでダウンです。さあ次のポケモンを準備です。ここでバタフリーの登場だ。さあ激しいバトルです。これはどうだ。よし当たった。ここでノックアウト。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでミュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2。鋭い攻撃。これは有効だ。
一撃。さあ、熱いバトルが展開されております。ここで冷凍ビーム、効果は抜群だ。さあ、ノックアウト。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでスピアーの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。白熱したバトルが続いております。これだ、逆転を受けた。なんとか持ちこたえました。ああ、ここでおーっと大ダメージ。おーっと急所に一撃。さあ、激しいバトルです。ここで太鼓キネシス、よし、ヒット。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。